セラピストから3つの裏の選択肢を後から出されて、うん、それで選んだらっていう何かが起こると。噂によるとこの3つ以上に他にも2つ S コースと SS コースの裏があるらしい。これをやってる人やってない人いるんだけど、うん、しかもそう生ビーで彼女の彼女で OK っていう感じやった。今回はにある S の闇を暴いたんでしょうか。ルシファーチャンネル、澤部です。っていない、ルシファーです。よろー、ルシル知ってる。今回の企画なんですけども、何したいと。メンズエステです。大体それよね。今回新宿です。うん、細かくて言うと新宿三丁目。とりあえず俺はついていけばいいと。はい、分かった、任せるわ。今日はどんなとこ行くと。今回の特徴です。セラピストから3つの裏の選択肢を後から出されて、うん、それで選んだらっていう何かが起こると。そうそうそう、いう感じだよね。噂によるとこの3つ以上に他にも2つ S コースと SS コースの裏があるらしい。うん、これをやってる人やってない人いるんだけど、うん、やってた場合は。ちなみにさ、今歌舞伎町の観光スポット来てるよ。そうですね、ちょうどあちらです。その前にね、ここ嫉妬なんですか。半年ぐらいで6人ぐらいが飛び降りた大六島アビル。今が来た。お前も死んちゃう。そういうことかもしれん。有名なおいちゃんじゃないの。あれ、関係挨拶いいよ、行ってくる。めっちゃ下向いてる、これやめとこう。声かけんなって。あんなにいろんな人とコラボしたいって言っとうのにね。そうですね。あ、ありがとうございます。あ、ウシパです。はい、はい、ありがとうございます。そっちには誰もいませんよ。いや、こっちバラさんといて。これ今どこ向かってんすか。は？名刺やろ。いや、嘘やろお前。それがルシファーです。調べますわ。ここの信号渡ったらすぐそこです。これ東新宿じゃね。一緒じゃない、新宿三丁目と。全然別物やろ。あれ分からん、田舎出身やし。それは俺もや。あ、お腹痛い。その辺でファミリーマートや。どうぞ。開いてない。はは、開いてないというかない。貸してくれんやろ。あ、名刺やろ。最悪さ、名刺でワンチャン大惨事が起きる。よし、近く着いたね。はい、着きましたね。じゃあ行ってきます。頼むわ、面接隊長。今日も割引してきたな。バイバーイ。最終回です。チャンネル登録本気でお願いします。お、終わっとったぞ。お疲れさん。なんでそこの前に座ると。自覚あるってこと。27年ものやけんさ、処分に費用がかかりそうで。不在ゴミですか、僕は。いいけ、早く立って。うわ、いろいろ聞いていかないかんけんさ。どうやったぞ。疲れましたね。俺の方は疲れとらんけん。共感求めんとってよ。いろいろメモしてきたんですけど。どのタイミングでしたと。今回90分1万8000円でした。基本料金ですね。うん、今回はメインの裏の提案をインタビューしてきました。はい、そこを先に言いましょう。お願いします。 ABC とコースはありますね。うん、A コースがまず1万円、 B コースが5000円、 C コースが3000円。 A コースは彼女が生まれたての姿になるのね。ルシファーのルシファーを攻撃してくれる。さらに僕が彼女の彼女もペロペロできる。そうだよ。それが A コース。5000円の B コースは生まれたままの姿になるってくれて、ルシファーのルシファーに攻撃をしてくれる。ただこっちからのアタックはダメ。なるほど。 C は僕の僕を攻撃してくれるという。3000円ですか、安いですね。安いよね。お姉さんに聞きました。はい、 S コースなんでしょうと。あなたは S コースを知ってるねとという雰囲気になりました。こいつ2のやつやみたいな。と S コース、うん、2万円。ほう。さらに SS ですよ。そのお姉さんそのコースを持っとったと。対応可能な子でした。なるほど、よかったねと。私は対応だよと言ってくれてね。言ったこと言うけ。その通りは言ってないよ。してない子はやっぱしてないからね。なるほどね。 SS ですよ。 SS が生 B です。生 B ね。3万円高いな。5万も使っとるぞ、メンエステ。確かに。ということで今回3万円のコースをやって。頭おかしいじゃないと思ってな。怖かったですよ、このご時世ね。感染病とかいっぱい流行ってますから。あ、そっち怖いのは。俺はお前のはこう言っちゃうけど。なんでなの。神話生物やけどさ。あ、めっちゃいいこと聞いたんよ。何。この S コースとSS コースを1回入ったら、うん、次からは1万円引きでいけるらしい。マジで。そこ割引ついとと。お、強いですね。しっかり2回目誘われとうや。まあ、ざっくりとコースの概要はこんな感じ。気になる顔ですよ。山口百恵さんです。山口百恵プレイバック。世代が違いすぎて説明はできないんですけどね。待って待って、百恵さん年齢によっては当たりな説あるよ。彼女の年齢20代です。20代。さらにめっちゃ腰が低い感じ。マジで丁寧な感じなんです。ルシファーと真逆。僕丁寧やろ。どの口が大事なのは、桃井さんと何を話したかじゃない。そうね。毎回のように相模さんにご指導いただいてます。お前は会話の一発目にミスをするから、それだけは気をつけろよと。うん、ただのフラグなんだよな。ピンポン押すじゃないですか、初対面。うん、一発目僕なんて選んだと思います。今回はこれすごいって言ってくれると思う。本当に期待していいと。うん、どうせ整形したっちゃろ。違います。一発目、はい、この店 A コース B コース C コースあると思うんですけど、説明してもらえますか。うん、なるほど。トラブルにはならないよね。先制攻撃。女の子がここでの一言です。座ってからでいいですかって言われました。当たり前や。移動してからでいいですか。いや、ここで教えてください。いいが分からん、そのこだわりは何。だってそこで ABC がさ、ぼったくりとかやったら怖いや。手前で一番最初に聞くやろ、ぼったくりバー。あんたのことやけど、そこでもうぼったくりって分かっても帰る勇気あると。ないです。意味ないや、破綻したけ。でもそれがね、女の子に今回受けた。受けた。初めてだよみたいな。うん、あんな初対面一発目でコース聞いてきた人いないって言われて。すごいね。ありがとう桃江っつってね。さすが面相。はい、それで盛り上がったわけよ。こんなこと言われたの初めてだわみたいな、面白いわみたいな。それが受けの方に行ってよかった。
ったよね。これ流れが来てると、うん、あなたが今まで体験したことないことを僕がさせましょうみたいな。ほう、客のくせに、はい、出しにしました。何やこの客。僕の墓に本気で入ってくださいって人生で言われたことないですよね。うん、お願いします、僕と結婚してください。結果的に施術が始まって何事もなかったかのように、もちろん無言でね、スルーがアンパやもんね、ルシファーは、はい、交渉ですね、裏の選択肢、そういうことしますかみたいな、うん、そういうタイミングで久々会話を再度して、はい、それ以降 3,40 分ぐらいずっと黙ってたんかな。お金払って毎回地獄の空間作るよね。こっちも腹立ってきたからさ、はいはいはい、で向こうで向こうがマッサージするときに言ってくるの、どうみたいな、ここのふくらはぎが気持ちいいですかみたいな聞いてくるんです、はいはいはい、無視して今度お前が無視すると、お前もそんな空気でくれんやったら俺もしやるぞって、何のラリーの応酬やねん。やっぱここで僕が空気の流れを変えるんですよ。ただの暮らしたいけど、でもマッサージされてたら、うん、が出て、それで和んだ。おめでとうございます。便利な体やね。そんなことは視聴者の方は聞きたくないと思います。ここ今回に出会った女の子がそうなのかもしれんけど、うん、最悪なくてもサービス、うん、ぐらいレベル高かったマッサージ技術がうまかったね。あとそうだ、女の子の顔しかやってないやん、うん、スタイルもここで属しとくと、はい、スラーって痩せ方で、およかった、ルシファーって言われるかと思ったスタイルが、多分 EFG ぐらいあったんじゃない。 G あるんだ。 G はなかった気がするな。おい適当なこと言うな山口百恵から分かるとお姉さん系なの。うんうんうん、そうそうそう、ここまでさ会話続いたやん。お前の中の続いたの定義が気になるけどね、はい、ついにバレました。バレた。はい、何が。私がいじめられっ子っていうのがですね、バレました。どこがバレたと。あんたさみたいな、急にタメ口だと、こういう風にされるの好きなんでしょみたいな。おう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 、こいつ見抜きやがったと思って、はい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 、僕はそれでマックスになりますわ、うん、そこで彼女が S コースの SS のコースどっちがいいって言われて無視しました。また無視、なぜ無視。違うんやと、お金じゃないだろって、おという話をしたんです。交渉した後に、そういうのは好きな人も同士でやることやと、うん、やめときなさいって、うん、だからタジャで無理ですか。うん、ダメでしたね。当たり前ですね。結果3万円払って SS をいただいて。なんでそこでしっかり SS にすると。せっかくなんで S にしとけって。これ大変な問題がありましたよ。何を。大きくならない。ここに来て大丈夫と。だから言ったの、うん、彼女がね生まれたままの姿になって僕が元気になるだけや、うん、この状況で SS コース C コースに変更は可能でしょうか。なんてやつだ。3000円でいけますか。ダメでしたね。ダメでしょうね。イライラしてきて、こいつ何やねんと。お前のルシファーは全然イラついてないけど、全く機能してないけどね。そもそもさ、いじめっ子の雰囲気で来たやん。過去の僕トラウマを思い出しちゃって、うん、学生時代女子からいじめられてました、うん、いじめを思い出してちょっとよ、そう話して俺このチャンネル加入したっけそれでね元気になりまして、うん、それ思い出して、それでルシリッシュですわ。ようやりました。しかもそう、生ビーで彼女の彼女で OK っていう感じやった。最高だね。高すぎたな。そう、博多ラーメン仕事が終わったら行くよ。でも今回一個だけね、初めて新しい取り組みをしたんですよ。何したと。彼女が花粉症、うん、で鼻水がジュルジュルすると、だからマスクつけたままの施術が多かったり、うん、それはもう理由として花粉症なんだか言われて、うん、僕大丈夫よ言うても鼻水ごと一緒に彼女の顔を犬みたいにもろくないな。でもこれ実はなんですっていう感じです。今回は新宿にある S クラブの闇を暴いたんでしょうか。闇を暴いたというか、闇が増えたというか、闇の存在が来たというか。ピザ屋がある。おいおいおい、何しようと。ピザ食べましょう、お腹すいた。ほんとお前最後まで仕事せんな。